思ったけど、配信の前に食べました。ね、ファイナルまであと8日だよ。早くないですか。あ、テロップ書こうね。おかわりしてもいいんだよってうん、もう食べた。早いよね、8日ですよね。今日15なので8日、23だから。そうだよね、明日になったらあと1週間前で。早いね。早い。ツアーは、ま、あの次で、次が最後ファイナルやっちゃうけど、次でも出演させていただくのは3回目。まだ、うん、そう。でも佐賀と熊本はお手伝いメンバーだったので。そう、あ、メロンパンがいっぱい、パクパクパク、ありがとう。あ、メロンパンがいっぱい。プーさん、わさびさん、メロンパンたくさんありがとう。パクメロンパン食べたいって。メロンパン食べたいよ。メロンパン食べたいとか言いながらメロンパン食べれてないんですよね、まだメロンパン食べたい。うん、うん、そういえばみんなさ、あれおすすめよ。メールにも何日か前に書いたんですけど、パンオレザン、パンオレ、パンオレザン、めっちゃ美味しいからおすすめです。食べてください。セブンイレブンに売ってます。食べてくださいレーズン好きだったらぜひ。うん、まあレーズン好き嫌い分かれるからね。まあ好きな方は、うん、なぜか、ん、通知がなぜか来なくて今気づいた。わ、今始めたから大丈夫よ。うん、そうだね、レーズンパンのこと。レーズンと、あれバターなのかな、え、違うの、うん、バターかな、うん、なんか入って、バター、なんだろう、うん、何かが入ってって、いやバターじゃないな。うん、まあ美味しいんですよ、とにかく。はい、レーズン取って食べる。あ、レーズン取っても美味しいと思う、うん、え、全然128円ぐらいじゃないかな、うん、130円ぐらいで買えるよ。4つ入ってる。あと新商品なんで、新発売のパンなんですよ。はい、うん、あ、バターロールにレーズンが入ってるやつじゃなくて、なんか渦巻き状になってて、渦巻いてて、それ渦巻いちゃって、それが4つ入ってる。うん、めっちゃ美味しいから食べて。あのセブンイレブンさんに売ってるので、セブンイレブン、はい、セブンイレブンで買ってください近くにセブンイレブンあるかな、どうだろう、うん、ソラメールに動画載せていた、見る、ありがとう。ツイッターかな。シナモンロール、あ、シナモンロールも美味しい。うん、シノメロンパンありがとう。スヌポンさん、焼きそばパンありがとう。食べたいね。焼きそばパン好きですか。私大好きです。ヤス1983さん、メロンパンありがとう。私さ、給食とかで、あのレーズンパンじゃなかった給食でレーズンパンは出ません。あの給食で、幼稚園生の時に給食で焼きそばパン出るとすごい幸せ、なんか嬉しかった。うん、コスモスにも売って、そうやっちゃう、でもコスモスに売ってるんだ。でもね、セブンイレブンのが美味しいから食べて。パン、そう、パンをレザンだったはず、間違ってたらごめんね。まあ、メールに書いた通りです。名前は点が入ります。あの、うん、名前オシャンだよね、めっちゃオシャンやろ。
そうだからなんか嬉しい、なんか書いてもおしゃれに見えちゃうから。いやそういう意味じゃなくて本当に美味しいの、名前がおしゃれだからとかじゃなくて本当に味が好き。うん、1時間だったらしてえ、そう焼きそばパンあったよ幼稚園生の時ね。なんか幼稚園生の時パン給食みたいなのがあってさ、そうパンの日とかあって、いや違うって、名前がおしゃんだからじゃないって、名前はおしゃんだなって思ったけど買う時はそのこと考えてない、これ食べたことあるって思って買って、でもセブンイレブンの食べたことなくて、買ったら新発売だったからね、買ったらなんか前に違う場所で食べた時にめちゃめちゃそれがおいしく、パンオレザンおいしくって、でまたいつか出会いたいなって思ってたらセブンイレブンが出してくれて、そう買ってみたらめちゃめちゃ美味しかったから、なんかさコスモス最近さ他の都道府県にもありますよね、うん進出していってるよね、広まってほしい。コスモス大好き、コスモス大好き、コスモスみんな知ってる？大分県とかにもあるよ。パンにキャベツとか自分で入れる。あ、パンにね、キャベツとなんか魚フライ入れる給食あった。見てた？ねえ、母さん見ちゃった？テレビ見ちゃった？もうめっちゃ可愛くない？ののかちゃん。超可愛いよね。迷子の迷子の子猫ちゃん。あなたのお家はどこですか？三重県にコスモスある。おお。コスモス聞いたことある、なんか全国進出していってますよね。ヒカルさんも同じ番組で本当に？そうでももうそのコーナーは終わってるかな。なあの子って、いや上手すぎるでしょ、びっくりよ本当に。いつも買い物してる本当？いや安いよね、安くて楽しい、コスモス最高。うん、水森しぶこさんやっほーってやっほー、うん、今日コスモス行ったよ。お、スルボンさんコスモスいいよね、私コスモス大好きだよ、安いよね、なんか安くてなんか楽しい、なんかコスモス楽しい、うん、てかなんかスーパー、コスモススーパーじゃないけどさ、なんか、まあ、スーパーみたいなもんじゃん、何でも売っててね、そういうとこ楽しい、うん、同じことしたら話題になりそうって、いや小さい子がねしてるからいいんだよ、そんなに楽しいっていうのはさ、なんかほんと見つけてみて、うん、私そういうなんかお店好きなんだよね、なんかドラッグストアとかスーパーもそうだし、うん好き、うん、今日トマト食べた、お、どうやった、どうやって食べた、うん、コスモスのパンでクロワッサンが好き、クロワッサン、どんなクロワッサン、パッケージ見たらわかるかな、どんなのだろう、美味しそう、クロワッサン間違いないな、そうドラッグストア、これコスモスの CM、 コスモスの CM ってあるっけ、365日空いてるんだよね、うん、コスモスいいですよ皆さん、おすすめです、
生のまま、あ、なるほど、あれか、ミニトマトじゃなくて大きいトマトね。でも大きいトマトの方が私美味しいと思うんだ。今日雰囲気が合うってのほんと？チョコのクロワッサン美味しそう。絶対チョコのクロワッサンとか美味しいじゃん。食べたいな。お、飛行機さんだ、こんばんは。今帰ってきた？お疲れ様。お、さやのんちゃん間に合ってるよ。間に合ってる。グー。テロップ入れてるよね。入れてるよね。お、うみうみさんでいいのかな。フォローしてよって。こんばんは、宮崎県代表のうみさらのです。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。今日一段と美しい。わお。みんな、5月18日、今日15日ですけど、5月18日、明日、しあさってですかね。しあさっては何の日か知ってますか？楽しみにしててください。ね、大きいトマトの方がミニトマトも大好きだけど、なんか大きいトマトの方が美味しいな。食べれそうな気がしてきた。本当？でも苦手意識があったら食べれないだけっていうのもあるよね、結構。トマト普通に生で食べたってこと？じゃあジュースとかじゃなくて。すごいじゃん。なんか生で食べるのすごいよ。全然わかってる。本当？よかった。皆さん、シブパラ聞いてください。聞いてください。倉持飛鳥さんの誕生日なんですか？ 9 月18日。そうなんだ。シブパラさん、皆さん、5月18日は6時からシブパラさん絶対聞いてください。スケジュール帳に書いといて。今トマト床にぶちまけて泣きながら拾ってる。面白いね。 大変。ミニトマト、大きいトマト、ちょうどトマト持ってたんや。食べようか迷ったけど、これは食べなきゃと思いながら食べたら前よりかは。おお、じゃあちょっと待って、ダイヤの絵って書いてた。ほんと？倉持飛鳥さんの誕生日にしてしまった。5月18日ですよ。あ、お誕生日ね、7月15日です。はい。15日。ダイヤのエース。野球の漫画なんだ。ダイヤのエースっていう文字読んでなかった。普通に書いてた、そんなこと。40個ぐらい入ってる。待って、40個も入ってるトマトある？すごいね、幸せじゃん。ミニトマトあるよ、ミニトマトここにあるよ。あと何個あるんだろう。食べれる道を作ってくれてありがとう。食べて。ケチャップはいけるんだよね。あ、じゃあさ、マルゲリータとかに載ってるさ、トマトはダメ？お、383日、ありがとう。倉持飛鳥さん、9月11日か。なるほど、9月なんですね。トマト食べれない？ほんと？トマトはね、まあ、そのまま食べるのが一番おいしいけど、あれだね。
私がよくおすすめするのは、あのトマトジュースミキサーにかけて、ミキサーに、かけて蜂蜜を入れて飲む。なんかおすすめかな。蜂蜜入れて飲んだら、そう、トマトミックスジュース、ミックスジュースじゃない、トマト、何、トマトジュース、がおすすめかな。今年こそはソラノンの生誕 T シャツ欲しい。わ、楽しみにしててください。それは、楽しみにしててはい、楽しみにしててください。ぜひゲットして。ケチャップはバリバリいけど、まあケチャップって正直トマトの味がしないというか、そうだよね、調味料だもんね。調味料なのかな。マルゲリータのトマト前ははけてた。なんかさ、トマト大好きだからトマトな、そうね、わかんないよね。嫌いな人にしかわかんないとこあるよね、そういうの。そう、ハチミツは本当に無敵だから、ハチミツ使ってみんな。そう、リコピンいっぱい、そう。去年の生誕 T シャツ、去年の生誕 T シャツって買えるんですか？まだ売ってんのかな。モーモーさん、こんばんは。ヤス1983さん、ハートありがとう。シのハートありがとう。ヤス1983さん、トースターありがとう。メロンパンもありがとう。トマト嫌いな方多いよね。私のおばあちゃんもね、トマト苦手なんです。そう、でもトマトジュースは、そう、おすすめしたら、おじいちゃんがトマトジュース作っ、あのミキサーにかけて作って、それをこうあげたらトマトジュースは飲めるようになってたみたい。これからどんどん食べて食べて。トマト食べると肌が白くなる。嘘でしょ、トミヤンさん。本当に？ちょっと毎日食べようかな。単純でしょ。単純なので毎日食べようかな。冷蔵庫にトマトあるんですよ。トマト好きだから、お話し会でトマトの話題だけで1時間ぐらい話しそうって幸せじゃん。平和だね。買おうとしたら発売はちょっと、やっぱそっか、やっぱそうだよね。トマトジュースは無理かも。トマトジュースなんで無理？トマトいいよ。そう、夏トマトの季節だよね。なんかフルーツトマトとかあるじゃん。フルーツトマト食べてみたい。でもフルーツトマトってさ、なんかさ、普通のトマトとはあんまり変わらんくって、フルーツトマトだから甘いのかなとか思うけど、結構普通なんだよね。でも美味しい。でもフルーツトマトで書いてるだけでなんか食べたくなんない？そうなんや。すごい、トマトっていいんだね。なんか一時期流行ってましたよね、なんかトマミちゃんみたいな、なんかサプリメント流行ってたよね、めっちゃ前だけど。CM とかで見てたな。カレーにトマト入れて、バーモンドカレー、なんだ、なんかのカレーに入ってるよね、トマト。バーモンドカレー、リンゴか。焼きトマト、焼きトマト、焼きトマト美味しいの？それは分かんない。トマトジュースは癖が強すぎる。違う、トマトジュースってさ、それ市販で売ってるトマトジュースでしょ。それはちょっとね、癖強かったりするけど、多分まあ物によっては濃すぎたりとか。でも自分でトマトを買って、大きめのトマト買って、こんぐらいのさ、トマト買って、それをミキサーに入れて、こう蜂蜜をね入れたらめっちゃ美味しいから、やってみて。
あと何入れるんだっけな、なんか、うん、あ、独特、確かにね、確かに普通に売られてるなんか缶ジュースとかトマトジュースはなんか独特な味するよね。フルーツトマト甘いのかと思って、まあ普通のトマトよりは甘いかもね。うん、めっちゃ甘いわけでもないよ、まあ種類にもよるっちゃろうな。うん、トマトを崩して砂糖と混ぜて食べたりする。おお、いいじゃん。カレー作るとき水の代わりにホールトマト入れると、わさっぴさん料理長になれそう、それ料理長になれそうなコメントだよ水の代わりに、なるほど。あ、でも美味しそう、そっちの方が。あ、バーベキューでね。うーん、うーん、トマト焼くんだ、すごい。自分で作ったら普通に食べるより甘くなりそう。そう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 、美味しくなるよね。うん、甘そうなトマト買ってみて、選んでみて。でもさ、あれだね、選ぶの大変だね。なんか野菜とかどうやって選んだらいいんだろう。美味しそうな野菜ってどうやって選ぶんですか。うん、フルーツ聞きたいかな。美味しそう、なんかフルーツみんなどうやって選んでる？うん、聞きたい。トマト缶買ってトマトソース、あー、なるほどね。トマト岡山有名なんや。あ、桃太郎ね。桃太郎、うん、桃太郎違うよね。もうなんか桃太郎ってコメントさっきあったよね。でもトマトは健康的な野菜で、美人効果や風予防、すごい役立つビタミン E。 あ、ビタミン E、 へえ、うーん、リコピン、リコピンってビタミン E に入るってこと？そうでもない？リコピンは別？何、話違うけど、今夜の空ちゃん大人っぽく見えるけどメイク違うな。メイクですか？あー、でもちょっと違うかもしんない。うん、違うかもね。こんな感じ。うん、確かにね。でも電気つけたらちょっと違うじゃん。電気つけた方が分かんないか。電気つけた方が分かんないこっちでいいかな。眩しい、普通に眩しいよ。うん、明るすぎるね。消してていいですか。うん、咳出てるとトマトがいい。あ、咳ね。へえー、トマトいいんや。じゃあ風邪ひいたら皆さんトマト苦手でもトマト食べてください。いつもはブレンダーでバナナミルク、ブレンダーってなんだっけ、バナナミルク作って、あ、ミキサーみたいな感じのやつか。トマトに蜂蜜入れるの調子、おお、してみて。うん、嬉しい。今日のメイク、ほんと今日のメイク、でも今日のメイクめっちゃ軽くやってますよ。でもなんかいつもより好評だね面白い。え、今日ナチュラルなんだと思う。でもめちゃめちゃ、うん、アニハセヨ、チャノンソラのイムニだ。
ほう。お、ゆしろさん、おやすみ。ありがとう、来てくれて。またね。ね、みんなフルーツどうやって選んでる？なんかさ、なんだろう。あ、野菜、なんか大根とか、大根とか聞きたい。大根フルーツじゃないわ。もうフルーツでいいです。フルーツ教えてください。美味しいフルーツの選び方知りたい。なんかさ、当たり外れあるじゃん、やっぱり。みかんでも、まあいちごもそうなのかな、うん、いつもより多分ナチュラルだと思う。でも今日マスカラしてますね。マスカラするとまあ変わるよね。でも、うん、あのね、最近ねメイクをほぼしてなかったんですよ。うん、だからじゃないかな。うん、最近の配信あまりメイクしてなかったので、そうかもしんない。お、作業あるって。富山さん頑張って、ありがとう。トマトはリコピン豊富なので紫外線予防最高じゃん。最高。いや、そう、酸っぱいのとかあるじゃん。なんかみかんはまず味がしないやつとか、めっちゃ甘いのもあれば味がしないのとか、うん、めっちゃ酸っぱいみたいなあるやんか。そう、あ、主婦だから安いの買ってしまう。でもいいと思う、それは。うん、色だけで選んでたまに失敗して、あー、わかる。いちごだと真っ赤なやつとかね。なんか結構意外にあるよね。意外にこういう色の方が美味しいとかさ、意外に色が薄い方がとかさ、ね、あるよね。本場のチキン南蛮食べに行きたいよって。来てよ。うん、みかんは何だろう。なになになに、お星様になってる。あ、空洞あるやつ。あ、そういうこと。皮が密着してないやつってこと？ミニ八百屋さんがあれば味見させてくれる。ああ、まあ八百屋さん確かにあるよね。うん、箱でみかん買って美味しくなかったらショック。いや、そりゃショックだよ。でもね、おばあちゃん家で、なんかおばあちゃんがなんか箱いっぱいにみかん買ってて、それをなんか冬休みとかに食べた時や、なんか冬休みとか結構ね、そう行くとおばあちゃん家に箱でこうみかんがあったりするんですよ。ね、それめちゃめちゃ美味しかったよ。うん、これ全部当たりじゃんみたいな、最高だった。でもそれがもし全部外れだったら最悪だよね。やっぱ美味しいとパクパク食べれちゃうけど、美味しくないと進まないじゃん。トマトだと何だろう、筋が放射線状になってるやつが甘い。うん、筋、うーん、いちごの外れ。いや、ショックだね。いちご、いちごってさ、ちょっと他のフルーツよりさ高めじゃん。お尻にある筋、なるほど。お尻にある筋、筋なんてあったっけ。大きい方のトマトかじゃ。うん、うん、農業高校、なるほどね。じゃあなんかさ、選び方詳しそう。おいしいやつ選べそう。うん、糖度を測る機械を持ち歩けば間違いない。まあ確かに。え、糖度を測る機械って実際どういう形なんですか。あったら便利だよね。でも太陽の模様みたいなの、太陽の、あ、ん？太陽の模様？丸ってこと？なるほど。
難しいよね、選び方って。みんないつもどうやって選んでる？あ、お花専門農業。あ、そっか、お花とかもあんのか。じゃあねえ、旦那さんに聞いたら分かるって。すごい、旦那さんもじゃあ同じような感じだったのかな、ここ。うん、詳しいのかな。ああ、あやちゃんありがとう、ゆっくり休んで、おやすみ。うん、眠いよね、だってもう10時とかだもんね。同じ高校で同じクラス、すごいすごい、運命の出会いじゃん、素敵。うん、糖度を測る機械は万華鏡みたいな感じ。なるほど、万華鏡。万華鏡ってあれだよな、昨日寝たの3時。おお、3時か。私昨日めっちゃ遅かったの、寝たの。うん、メロンは何？下が柔らかい？下の部分？え、メロンって大体でも硬いよね。うん、へー、参考にしよう。うん、でもメロンはあんまり外れに出会ったことがない。うん、うん、昨日めちゃめちゃ遅かった。あ、私おいしいよって声がする果物を選ぶようにしてます。あ、マサピさんめっちゃいいそれ。うん、お買い物が楽しくなりそう。うん、確かにおじさんめっちゃわかるよ。なんかさ、あるよね、なんかさ、こう並んじゃってさ、スーパーとか行ってさ、なんかフルーツコーナーだったり野菜コーナーってさ、なんか自分を買ってよみたいな、あるくない？なんか一番なんか良さそうに見えるやつっていうかさ、買っちゃうよね。すごい、わさびさんには声がするんですね、聞こえるんですね。私もその能力いただきたいです。あ、でもなんかやってたよ、なんかバナナの職人さんみたいな人が、なんかバナナってさ、一房って言うんだっけ、にさ4つぐらい つながってるじゃないですか。でその中で1本だけ輝いてるものがあるんだって。確かそんな感じだったと思う。それでその1本しか使わないみたいな。うん、なんか輝いてるやつしか使わないみたいな。ツナメが綺麗だったり見分けた。なるほど、すごいね。あ、メロンよりスイカが好き。まあいるよね。確かに自分が美味しそうだなって思ったのがいいね。うん、え、でも大体ね、あるよね。あ、これめっちゃ美味しそうだわみたいな、まあ、綺麗なやつ選んじゃうよね。うん、スイカもメロンも大好き。もうすぐスイカの季節じゃん。あ、メロンもか、メロンもだね。うん、メロン失敗するとキュウリ食べ。でもあるよね、あるよ。あとね、なんかね、なんだったかな、キュウリがね、逆キュウリだったっけな、キュウリが逆になんかスイカメロンどっちかみたいな味がしたりとかある。うん、そう、宮崎はもうマンゴー売ってるので、太陽の卵ぜひ。うん、マンゴー食べてね、みんな、マンゴー。
メロンはアレルギー、あ、アレルギーの方はね、食べれないよね。なんか桃とかもアレルギーの方いらっしゃいますよね。桃食べたらなんか痒くなっちゃうみたいな、なんか、蕁麻疹出ちゃうとか。お友達がね、なんか、舌が痒くなる、みたいな、言ってた。でもさ、なんか、もともと好きだったのになんかアレルギー発覚して食べれなくなるとかめっちゃ一番ショックじゃないですか。食べたくなっちゃうよね、絶対。でも食べたらさ、こう体に出てしまうじゃん、症状が。我慢するのかわいそうって思う。治んないのかね。ああ、なるほどね。そうだよね。宮崎来たらいっぱいメロンじゃない、マンゴー売ってるもんね。まあ、メロンも売ってるんですけど、メロンあるので。宮崎本当にね、フルーツめっちゃ美味しいから。ぜひ。そうそう、たまに食べるとめちゃめちゃ美味しいよね。毎日食べれたらさ、めっちゃ幸せだけどさ、たまに食べれるからこそさ、美味しいじゃん。スイカは何？種取るの？種取るのがめんどくさいってこと？確かに。確かに。それはめっちゃ思う、私。めっちゃ思う。なんか、スイカは、ね、種外れてたら嬉しいなとか思うけど、種は果てしなくついてるので。スイカに塩かけないんですよ、私。なんかよく言われるからさ、やってみたりするけどさ、やったことはあるけど、スイカに塩でも基本的にかけないですね。甘くなるってやつでしょ。スイカの種は食べちゃう派で、嘘でしょ、わさっぴさん食べちゃう派の方がいた？初めて出会ったかも。すごい。スイカの種さすがに噛まんよね。飲み込むんよね、きっと。でも飲み込むの大変じゃない？うってなりそう。うって。ね、スイカ食べたい。メロンとスイカ。多分今スーパーとか行ったら売ってるんじゃないかな。食べたいね。めっちゃ食べたい。売ってる？ほんと？行きたい、スーパー。噛むときもある。種取るの大変だから、そのまま食べちゃう。いや、絶対ね、わさびさん。種取った方が美味しいよ。何百倍も美味しいと思う。いや、でもまあ。まあでも、それでもう慣れてたらね、それが美味しいんだろうけどね。スイカの種食べたら盲腸になるって言われた。だって気をつけて。本当か分かんないけど。たまたま美味しいね。めっちゃ美味しい。たまたま。たまたまもね、普通にスーパーに売られてるからね、普通に買っちゃう。あー、メロン確かに値段のさ、大きいね。あ、白い種、なるほど。あ、白い方のメロンね。中がオレンジのやつでしょ。取った方が美味しいに決まってるよ。美味しいってもう本来の味、食べて。
としたのがパック、ああよくあるね。うん、ドトールでモーニング、おおシャンだな。シリさん、こんばんは。宮崎県代表のエミソラノです。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。うん、スイカは真ん中だけ食べて、真ん中スイカ、スイカってさどこもでも種あるよね。そう、スイカもメ、うん、スイカもメロンパ、確かにスイカメロンパインリンゴ、うんとか多いよね、カットフルーツ。うん、スイカよりメロン派、私どっち派か、どっち派ですかって言われたらちょっとめっちゃ悩むかもしんないな。どっちも同じぐらい好きなんだよね。いやでも、うん、メロンっていうのかな、まあ、メロンの方が高級感あるよね。え、どうなんだろうね。でもスイカも美味しいな、フルーツ大好き。でもスイカって野菜なんですよね。ん？スイカだよね。ん？メロン？スイカか。え、なんでリンゴと梨嫌いなの？もったいない。うん、めっちゃもったいないじゃん。黄色いスイカが甘いよ。黄色いスイカね。うん、オレンジっぽいね。あ、スイカ？スイカか？ん？スイカ？スイカか。黄色いスイカ？黄色いスイカって何？メロンじゃなくて？あ、メロンもスイカも野菜か。まあでも果物って感じするよね。うん、いちごね。食べたくなったじゃん、フルーツ。フルーツ美味しいよね。あー、今食べ、一番食べたいものフルーツかもな。うん、黄色い果肉のスイカ見たことない。スイカでしょ？メロンじゃなくて。スイカは真っ赤しか見たことないかな。うん、梨は水分が重要。あ、わかる、めっちゃわかるそれ。あ、痛い、足が。うん、ないかも。桃が食べたい。桃美味しいね。桃いいね、食べたいな。フルーツ食べたい。スイカは英語でウォーターメロン。梨汁ぶっしゃー、ふなっしーやん。お、宮崎県産マンゴー今日食べました。嬉しい、ありがとう。給料出たらマンゴー買ってみようかな。ぜひぜひぜひ、宮崎県産食べてみて。めっちゃ美味しいから。びっくりするよ本当に。あのカットの仕方をググって食べてみて。ぶどうね、わかる。ぶどうハマると止まんなくなるけど、ぶどうも種ありは嫌だから、種なし選ぶようにする。いつも種を噛んじゃった時の罪悪感がすごい。せっかく美味しいのにってなる。スイカ北海道のデンスケスイカ、え、美味しそう。何それ、すごい品種かな。太陽の卵の前で30分悩んだって。悩むよね。そうだよね、美味しいよね。でもパルム今食べてます。おお、いいね。うん、
そう、マンゴー切れ目入れてこうやってやるの。メカブさん、こんばんは。宮崎県代表のエミソロノです。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてください。ナックパイン、ナックパインって何、品種？パイナップル美味しいよね。あ、パイナップルはね、あのパイナップルね、宮崎ね、冷やしパイン有名なんだ。でもパイナップルが有名なんじゃなくて冷やしパインが有名なんですよ。観光地とか行くと冷やしパインが売られてるので、ぜひ食べてみて。棒に刺さったパイナップル食べてほしいです。かな。今何時なんだろう。眠くなった食べ、そう、食べ歩きね。そうそうそう、去年の夏に黄色いスイカ、そう、黄色いスイカが本当に分かんない。お祭りによくある、確かに、お祭りにもあるし、青島に行ったらあるんですよ。食べてみてほしい。パイナップルは缶詰、あ、輪っかのやつね。美味しいね。今度スーパーで探して、スーパーに売ってないよ。スーパーはね、真っ赤な果肉の、果肉っていうのあれ、スイカしか見たことない。スイカ本当に真っ赤なやつしか多分見たことないと思う。みんな逆にさ、なんか黄色のスイカ見たことある？黄色のスイカって中が黄色いんよね。まあ10時26分ありがとう。何分から始めたっけね。黄色いスイカ、中身が黄色ですね。外側はどんな色？あ、熊本で有名なんや。9時37分ありがとう。多分見たことないと思うな。じゃああと10分ぐらいで終わるね。あ、外側普通の、なるほど、形も違うんだ。外側普通なんだ。なるほどね。あ、じゃあ売ってても分かんないか。売っちゃっても分からんね、それ。中見えんから。深緑、あ、売ってるんだ。売ってるんだって。知らないだけかな。え、でも食べたことないと思う。だ、黄色のスイカでしょ。いや、オレンジのメロンだったら食べたことあるよ。メロンって普通薄緑みたいになんじゃん。こんばんは。トライアルにあるよ。へえ、そうなんや。イオンにも置いてある。
こに行ってもあるんだね。結構食べたことない。でもうん、それって甘いと、うん、スイカ割りしたい、本当にしたい。スイカ割りはね、本当にしたい。スイカ割り幼稚園生の時以来してないもん。糖度高いじゃん、めっちゃ甘いんやね。うん、糖度何度ぐらいだろう。15度とかあるのかな。15度、20度とかあったら絶対甘いね。好きな果物いっぱいありすぎて迷っちゃうな。好きなフルーツでしょ。どれも好きなんだよね、バナナ以外。うん、20度とかあったら甘いよね。うん、大体15度とか12度が多いか。さあ、スイカ割りしたら違うものを叩きそうで怖い。面白い。どうなることやら。うん、マンゴー、ヒューガナッツ大好きだね。うん、いや本当にシンプルに好きなの。そうそうね。ねえ、でも普通にイチゴも好きだし、うん、難しいね。20度甘すぎ。でもたまにない？たまに。まあ、でも結構多いな。15度とか12度とかが多いか、スーパーに売ってるのはね。メロンパン大好き。お、メロンパン好き。浅草の有名な、あ、浅草メロンパン有名よね。うん、浅草でメロンパン1回だけ食べたことある。美味しかった。でもそのお店かは分かんないけど、有名だよね。うん、宮崎といえば日向夏の一種。お、嬉しい。日向夏はあの皮を残して砂糖をかけて召し上がりください。はい、私のおすすめの食べ方です。あの皮は、白い皮は絶対に残して切らないと日向夏の役目ないで、意味ないですね。うん、むしちゃんランキング呼ぶね。ランキングにいいですか。え、スイカ割りしたい、ほんとに。ヒューガナッツ食べたことない？ヒューガナッツ売ってないのかな、他の地方には。ヒューガナッツ売ってる？うん、え、探してみて、本当に。ヒューガナッツ探してみて。じゃあ読みますね。13位羽生馬さん、ありがとう。12位スヌポンさん、ありがとう。11位オメーラさん、ありがとう。10位ピンクカメオさん、ありがとう。9位ともっちさん、ありがとう。8位カズ兄さん、ありがとう。7位ユアットマックズキナイトモレミグミさん、ありがとう。6位ヒデトさん、ありがとう。5位シナットマック一押しヒカルン、神奈川ツアーファイナルまで8日楽しみ、嬉しい、ありがとう。6位ヒデトさん、おーおーおー。4位わさびさん、ありがとう。3位8983さん、ありがとう。2位さやのんさん、ありがとう。そして1位はプロスペクトさんでした。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。
メンバーでスイカ割りして、あ、スイカ割りしたいですね。確かにメンバーいっぱいいるから楽しそう。うん、はい、じゃあ皆さん今日も見てくださってありがとうございました。じゃんけんしましょうか。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい。チョッキです。チョキ。今日も見てくださってありがとうございました。ありがとう。ヤス1983さん、だるまさんありがとう、スネポンさん、焼きそばパンありがとう、プロスペクトさん、トースターありがとう、さやのんちゃん、だるまさん、もはな、ハートありがとう、くまちゃんもありがとう、しのだるまさんありがとう、やす1983さん、レインボースターありがとう、ともたんさん、お、猫ちゃんのパンありがとう、やす1983さん、はたありがとう、あとは読めましたかね。はい、じゃあ皆さん今日も見てくださってありがとうございました。2136名の皆さんありがとうございます。今日は早く寝よう。そうね、早く寝れるといいんだけどね。早く寝ます。はい、頑張ります。それでは今から風呂に入って待ちようとして寝たいと思います。おやすみなさい。ありがとう、ありがとうね、みんな。おやすみ、おやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。